今日の穂高。ひろきが頑張って考えた本日の打順。なんだこのスタメン。の村勇。一番にボーナスステージを置く。後々代打。一番打席に立つんだぞ。分かってんのか。タコル首。今日も勝つ気なさそうですね。お疲れ様でした。今日負けたら3連敗。マジで頼むよ。ほんと勘弁してくれマジで。そろそろ勇がやるような気がするわ。田島の時みたいに右多めに起用してきたな。打線がつながってくれることを祈ります。頑張れ頑張れ頑張れ。1回の表の攻撃、先頭は佐藤直樹さん。野球の時間じゃ。さあ今日は勝つで。シュガー出ろ。佐藤来た。ショートへの内野安打で先頭が出塁する。先頭出た。シャーゴラー。こういうのやぞシュート。盗塁するまでが佐藤。続いて今宮さん。打つんかい。走れ走れシガー。あダメやな宮さん。セカンドフライでワンアウト。なんそれこの歯。こんな当たりばっかりやな。今日勝てば明日は魔球を操る石川だから勝ち越せる。続いて栗原さん。10秒後から来たけど栗村やで。今日も無様に負けるのか。おお、うん。スリボー。分かっとるよな。お散歩か。はあ。センターフライでツーアウト。ダメだこりゃ。左の方が投げにくいパターンか。四球もぎ取ってほしかったわ。アウトは無意味。おい10秒後から来たやつごら。穂高の第一打席。24時間ドスコイ。ドスコイは地球を救うのか大気。ファーストドスコイのお時間でごわす。ド3。あ、これ三振。何度も見た。空振り三振で3アウト。今日もダメそう。はい、予想通りすぎて点取れる気配がないね。もういやや。ほんとこのクリーンナップはアウトになり方が悪いんだよな。栗原式を選べや。このグリーンアップルたちは何をしてるんだ。意地でもクリーンアップは解体しない。3-1からクソ打撃の3番。今季初の4連敗かな。まあ9月から仕切り直しだ。スチ戦闘中だ。やめてくれな。スチュワートロって苦手なんだよな。1回の裏、先発のスチュワートさん、先頭に初球から長打打たれて早速ピンチになる。はい負けました。もうなんでよ。早速かよ。また先頭ツーベース。今日も負けかよ。バッターは藤岡さん。抑えなさい。高い制球ができてない。負けた。あっさりすぎる。連打でタイムリーツーベースヒットで先制される。ダメだこりゃ。八百長レベルだろ。失点早すぎる。はい負け。もう終わってるわ。最近の異常な弱さ。なぜ栗原があれを打てない。クソクリーンアップのダラダラ打撃が相手のいい流れの元になる。ただの景気づけ。つまらん試合ばっかりや。また負けとる。イラ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 。1点で抑えられれば見る。ダメなら映画見る。その後は再度ピンチになるがゲッツーで1失点でしのいだ。ダハハハハハハシャー。なんとか耐えた。わいボロゲー。ヒーヒーヒー。大量失点してもおかしくなかったな。ポラゲシやー最小失点よいよ。1失点で負けましたはやめてね。3点差ついたら今日は見ない。なお今日は土曜日である。ああ土曜か。2回の表の攻撃、先頭は近藤健介さん。近藤さん打ってくださいよ。さあイケメン頼むで。イケーモン助けで。打てないなら歩きましょう。イケイケイケメン近藤ちゃん。健介くん何でもいいから塁に出ないと坊主だぞ。いったー吉よー。近藤健介さんやりました。第18号ホームランで同点に追いつく。イケメンいいんですかこれ。じゃあ久々に仕事した。イケメン復活じゃ。さすがや。あなたが打たないと勝てないのよ。イケイケイケメンの7億円ホームラン。栗原とは違うな。なぜ5番ナンマ。ブバはララハハハハハハハ。やや7玉たのは変わらなとこ7はララはハハハハハハハ。やっと上げてきたか。待たせやがってよ。あらやる気あったんだ今日。ふははは。イケメンを起こしてしまったな。イケイケイケメンのおかげで眠気も吹き飛んだで。サスコーン。以上7億のイケメンでした。続いてまさきさん。まさキング続け。まさきも続け。
タコルの屍を越えていけ。ストレートしか打てないのがバレ始めてる。マサキ、ああ、惜しい。センターフライでワンアウト。チービ伸びすぎた。こっちのいい打球は正面定期。伸びすぎた。先っぽぽそうだから前に落ちるかと思ったのに。続いて石塚さん。期待の石塚や。はい。サードゴロでツーアウト。しょっぺ、昨日からこっちのいい当たりアウトになりすぎ。クーラーに当たる7億。イケメン冷却中。続いて解散。強打者復活も飛ぶ。解散戦試合きた。ヒットでツーアウトから出塁する。強打者三振。さすが強打者。シャー、打てて走れる星でございます。よしよし。続いて野村勇さん。勇市街局番ゼロサ君。さあ外くるんくるん来てるで。今日打たないとマジでクビになりそう。勇は事故無乱すらなくなったのが本当に悲しい。なんでそれからブルの。はいはい。ライトフライでスリーアウト。近藤健介さんのホームランで同点に追いついた。時間の無駄。ゼロ割継続。当たったから勇ちゃんの勝ち。野村勇ちゃんにしては良いバッティング。勇はどこに投げても打てなさそうやな。打順調整や。090も切っちゃう。三振しなかったぞ。三振じゃなかっただけ褒めるか。広瀬入れてくれ。野村勇もさセーフティしろや。何のための俊足なんだ。9分打者を試す小久保の余裕っぷりよ。実に頼もしいな。結局近藤に頼らんと何もできんホークス。隙を見せるなって言ってる監督が一番謎采配してんだよな。2回の裏、同点に追いついてもらったスチュワートさん。先頭にヒット打たれるもゲッツーもあり3人で終える。シャークラーメリーゴーランドシャー正午ゲマハハハハ。助かります。ありがてえ。正午は名誉若隆定期。よしよし、打線まだまだ点足りぞ。打線よもっと仕事しろ。3回の表の攻撃、先頭は佐藤直樹さん。さあ振れよ。うわ。ショートゴロでワンアウト。取るなや。惜しい。佐藤悪くないやん。悪くないでは点にならんのだよ。続いて今宮さん。健太、今宮健太内野手応援しています。ダメ宮。空振り三振でツーアウト。このうーこのこのこのうー。今宮の打球が内野を越えなくなってきてる。ダメやな。続いて栗原さん。ここはクリムランバ一つ。淡々とアウトにならないでくれよ。1打席目3-1で無理に打ち入っておぎゃ。はいはい、全世界が知ってた。センターフライでスリーアウト。うつむくなっつーの。しょぼい3番やな。早漏打線イガグリ。相変わらずやなこいつら。ギータ帰ってこないかな。やはりギータやでな。振りが鈍いな。主力は皆疲れ切ってる。今日のメルセデスはそんなにキレキレってわけでもない。3-4点は取れる出来。柳町今日も出てないな。柳町は単純に最近打ってないから。柳町対左245、メル対左189、対戦成績000050。まあ今の状態で出て成績落とすよりいいよね。タツルはホームラン打ってからバッティングが変わってしまった。持ち味がなくなった。柳町は足遅いからスタイルチェンジしないと生きる道なかったし、しゃあない。タツルは最近得点圏での打席が少ない気がするんだよな。そうなると単打じゃ物足りないからタコムラン狙いになるよね。タツルの良さといえば勝負強さと出塁率なのに、ホームラン打ってからは打ちたい打ちたいって感じで引っ張りスイングでボンダか三振が増えてる。代名詞だった逆方向に流すヒットが出せてない。柳町はホームラン打たないと球団から評価されず年俸上がらないから、ホームラン狙いになるのは仕方ないよね。3回の裏、スチュワートさん一人ランナー出すも無失点に抑える。シャオラよし、映像ジュニア。外が冷えてて助かる。外が三振した瞬間バット持ってベンチから出てきたホタカ。スチュワートいいよ。昨日有原とはやっぱり違うな。早めに援護してあげてくれ。追加点取って5回ゴールドが理想。早く追加点取れや打線。投手を楽にしろ。4回の表の攻撃、ホタカの第2打席。ドスドスドスドドスドスドとドス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 。山川ホタカちゃんの夜空に掲げるビッグアーチ1分前。さあドスドス。よしよし。フォアボールで先頭のホタカが出塁する。貫禄の試合。
見たお散歩スカイ。これは紅の豚。山川と周東がフュージョンできればいいのに。レース22試合連続ヒットか。山川月間 MVP 終わった。続いて近藤健介さん。いけいけイケメン近藤ちゃま健介くん、千葉に帰ってきてよイケメンが。そう、いけいけイケメン近藤健介ちゃんが帰ってきてよ。おおおおおお。後半戦ホームラン打つと必ずおかわりしてるイケメン。さあ。ああ、危ねえ。ピッチャーゴロは併殺崩れでワンアウト一塁。7億のミス入り。クソが。イケーモン、何やそれで。イラ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 。復活取り消し。併殺はやめてね。まあランナー入れ替わっただけマシやな。続いてマサキさん。コンチャのお尻拭きなさい。1点取ればこれが生きてきたってこと。マキサトキサモキマトサヨキマサトキヤマキサキトモサヤキヤサキヤサモモモヤ。マサキは可愛いから打たなくてもなんか納得できちゃう。ああ、はい、KO。空振り三振で2アウト。わあ、なんで打てないんだろう。続いて石塚さん。ああ。チッ。初球をライトフライで3アウト。昨日から尽きないな。打球がもう少し早ければ、良いところに飛んだがふわっとしてたから追いつかれた。マジで運がないな。37歳全力疾走やめや。4回の裏、スチュワートさん、三者凡退。よすよす。サクサクいいよ。カーター君、加藤ね。イサミちゃん警戒。あとはバッティングなんだけどな、イサミ。守備の人打ってほしいんやけどな。イサミの記事読んできた。国母が練習の姿勢を褒めて、奈良原がイサミは一軍に必要な選手だと言ってたわ。野村イサミは打つのはダメだが、守備と足があるからまだ生き残るよ。昔のびっくり箱的な一発があれば良いんだけどね。イサミの最後のホームランいつやねん。5回の表の攻撃、先頭は解散。おぎゃおぎゃおぎゃ。はい。初球をショートフライでワンアウト。なんやその初球打ち。楽しい野球一球で終了。続いて野村勇さん。はい、終わりました。ライトフライでツーアウト。あっさりツーアウト。沈むボール、どうしようもねえな勇。野村勇ちゃんのくせによくやった。当てたから勇ちゃんの勝ち。なんだかな、なんとも言えん感じ。良い当たり全部取られる。どいつもふんわり打球なんよ。続いて佐藤直樹さん。高めに浮くとチャンスありそうだな。佐藤佐藤佐藤さん、やるやん。フォアボールで2アウトから出塁する。ナイスン。ささ3にストレートの四球。シュガーの心眼。いいぞこういうの大事。走れ走れ、牽制死は禁止。続いて今宮さん。思い切って盗塁死してもいいぞ。ここしばらく今宮の不調も痛いんだ。牽制死までがワンセット。いいまままま、みみみみ、やややけけけけん、たたたたななななな、いいやややしししし、応援しししし、ててててて、いいまままま、すすす。つもり敷かれるほど大して打ってないと噂の人。よっしゃ。佐藤直樹さん、盗塁成功で2アウトからチャンスが訪れる。オーバースペック佐藤氏や。タッチミスっててくさ。シュタッチ空振り。スタート良くなかったのにセーフなったからどうしたかと思ったら空振り。さあ今宮頼むぞ。ええ。今宮健太内野手。空振り三振で3アウト。今宮ひどいよな。この歯。今宮健太選手さ。ダメ宮。なんだよそれ、いい加減怒るぞ。この歯はははははは、このおおこのおおこのこのおおははは。つもりに切れてから調子悪いな今宮。ジータまだなのジータ。結局今宮は打率250に収束しそうやな。実力通りやわ。今宮長崎から打ててないな。長崎でつもりを詰めた結果。やっぱり30代の選手ばかりだから疲れが溜まってるんだろうな。柳田の復帰が待ち遠しい。5回の裏、スチュワートさん、三者凡退。素晴らしい。すごいぞジュニア。あとはイニング稼ぐことだな。モイ有原はもう規定クリアしてるから。ちえどえど。開拓屋さん、通算1000試合出場。開おめ強打者おめ開開おめでとな。開おめ、育成からの星で1000試合は偉い。おめでとう、自分で飾ってください。牧原の1000試合まあまあ遠い。花火よりどでかい一発頼むぞ山川。6回の表の攻撃、先頭は栗原さん。なんとかしろ。栗原は買いに祝福をあげるや。おお、
あのさ、キッチャーゴロで一旦はもたつくも間に合ってワンアウト。栗原足をせえ。腹立つ。簡単に凡退するなよ。クリクリ全力疾走を怠ったよね。今の最初から全力で走ってればセーフだろ。立つのと変われー。クリはこんなもん。ひたすら3番に据える小久保が悪い。ホタカの第3打席。ドスコイ待機。ドスドスドスドドスドスドとドス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 ドドドドドス。山川ホタカちゃんのだキウが舞い上がる。果てしなく舞い上がる。山川雰囲気あるなこの打席。ドス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 買いに祝ドスコイ待機。またまた呼んでま。フォアボールでワンアウトからホタカが出塁する。威圧感かける2。ドスコイの出圧にビビってる。この威圧感は国産大谷。地球も選ぶことにして山川。続いて近藤健介さん。助けてイケメン。イケイケイケメン近藤健介ちゃんくん。ホタカを激走させるイケイケツーベースお願い。お願いお願い。イケーモンおかわりさん。ワンモアプリーズイケメン。きたーきたー。ツーベースヒットでワンアウト三塁二塁の勝ち越しのチャンスが訪れる。ドス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 。素晴らしいじゃないか。しやーイケイケツーベース。イケイケイケメン7億ツーベース。山川三塁行けたんだな。山川すごろく2コマ進み。イケメンのヒットよりドスコイの走塁のがインパクトすごい。続いてチャンスの場面でまさきさん。まさきくんだ。おお、まさきくんが、まさきくんにいい。まさきくんどう。まさき頼むぞ。なんやそれ。おい。魂の初球打ちはピッチャーライナーでツーアウト。くそ。なんやそれ。使えねえな字なよ。嘘やろ。まさき力むなよ。軽く振れ飛ぶと書こうと思ったらまさとでいいよ。初球小じきがな。外野フライ打てず。続いても一応チャンスの場面で石塚さん。石塚ヒーローチャンス。石塚かましとけ。うおおおお落ちた。石塚さんやりました。初球をレフト前にポトリと落ちて2点タイムリーヒットで勝ち越す。勝ち越しきた。ここで運があった。じゃあしぶりのラッキーヒット。ケンドリックポランコしやー。まるでタツルじゃー。レフト狙い成功や。昨日まではロッテにこれをやられてた。は石塚なんだわ。あんたがヒーローだい。石塚ナイスだわ。ラッキーポテン最高や。この選手をクソみたいな忖度して平気で落とそうとしていた監督がいるらしい。この選手を理由を問わずに落とそうとしてたのをマジで反省しろよ国防。石塚のバッティングは間違いないな。マッツによる石塚のヒロイン消すなよ。しかし次試合で石塚を外す小久保であった。小久保決勝タイムリー打とうが石塚は降格、アキラ昇格。つもり監督出番はまだですか。石塚、マサキのケツを拭いてやろうと打席に入りました。あとは9回の人次第や。今日こそ石塚くんのヒロインを頼む。続いて解散。さあ攻める手を緩めるな。来た来た。ええよ。フォアボールでツーアウトから二塁一塁のチャンスが訪れる。歩ける星。強打者のやつ。強打者のお散歩。先試合出場記念出塁。続いてチャンスの場面で野村勇さん。勇ここやぞ。勇そろそろ打たんかな。勇そろそろ打たんかな。ドカンとぶち込め。時間の無駄打てや。ああ、ど真ん中見逃してカーラーの。ダメだ。ダメやな。はいはい。空振り三振でスリーアウト。石塚さんのタイムリーヒットで勝ち越しに成功した。悲しい。全米が知ってた。小久保、野村勇は必要。時間の無駄。いつになったら打つんだ。全然当たらん。三振率高すぎ。何の球なら打てるのこいつ。勇ならダッシュマンに勝てるかな。6回の裏、勝ち越してもらったスチュワートさん、一人ランナー出すも無失点に抑える。素晴らしいですね。あ、ハムセーブ終わったか。猫勝ちきた。セーブよくやった。とりあえず M18。 マジックヘッドで。よっしゃ、暫定で M18。 勝てば一気に M17。 勝てる勝てるんだ。マッツン、野球は9回2アウトからよ。ラッキーセブンの攻撃。先頭は佐藤直樹さん。
カツルだぜ。シュガー一本打てや。はい。空振り三振でワンアウト。カツルと変われや。小久保、右だけど柳町は使わない。サンタコ、追加点取りに行かなきゃあかんのに、こんなナメプしてて負けたらどうすんだ。シュガガガガ。続いて今宮さん。秘宝、つもりに切れてからの今宮。きたー。今宮さん、やりました。第4号ホームランで4点目が入る。今宮健太。夏終わってなかった。全部ロッテ戦。グッバイ。さすが切れるだけある。さすがつもりに切れた今宮さんやで。こら貴重な一点。さすが今宮さんやで。今宮のホームラン全部ロッテ戦はクソ。続いて栗原さん。落ちた。クソ笑て。初球をツーベースヒットでチャンスを作る。ギャハハハハハロッテのガイアー。おしおし、月が回ってきたな。昨日の不運のぶり返しが急に来たな。続いてチャンスの場面で穂高の第4打席。どうすこりゃー。30乗せろや。ブタさん頑張れ。併殺もないし好きに振り回してええぞ。どうす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 。穂高ちゃん旋風920ヘクトパスカルが幕張を襲う。はい。空振り三振でツーアウト。ヒット。振っちゃった。そらそうよ、まともに投げてくるわけない。ドスコイさんは寝不足。さっきのドスドスで疲れてたんや。 MVP 残念。続いてもチャンスの場面で近藤健介さん。いけいけイケメン近藤くん。健介ちゃん、イケメンが打つと点がよく入ります。やっぱりホークス打線はイケイケイケメンから始まるチームなんですね。復活したイケメンコイン。イケイケイケメンは追い込まれてからやで。イケメンカウント。ああ、あ、はい。センターフライで3アウト。今宮さんのホームランで1点追加した。これ当たりはずっと良い。捉えてはいるけどね。まあヒットゾーンに飛ばしてよってな。いやいいぞ、調子完全に戻してきてる証拠さ。まあいいや、ホームラン打ってるし。7回の裏、スチュワートさん、2アウトから3塁2塁のピンチになる。あぶねえ。立つるなら事案発生。タコルなら失点してたな。タコルならクッションミスって失点。相手の三塁コーチがいてなら。バッターは小川さん。カーター君頑張れ。頑張れ、四球はダメだ。ここで切れ。あと1ストライク頑張れ。踏ん張れ。きたー。やったー。空振り三振3アウト。スチュワートさん、おたけびをあげる。さすがはスチュワートさんやで。しゃスッチー HQS 素晴らしい。すごいぞカーター君。左のエースモイネロ、右のエーススチュワート。若いね。モイネロスチュワートがいるから外人先発のガチャ回さなくていいのは助かる。スチュワート、お前成長したような、最高じゃん。スチュワートお疲れ。残りはヘル松本の規定路線だろうけど怖い。スチュワート球数106球。スチュワートいいよ。お疲れ様でした。7回までや。有原よりいいよ。休んでね。8回の表の攻撃、先頭は正木さん。正木さん、はぁ、あ、3球三振でワンアウト。今日は正子やったな。正木今日ひどいね。正木本当に内容悪いな今日。石塚落とせないよね、これだけ左ぶつけられたらさ。正木はあれこれ考えすぎ。石塚は無心で打ってるみたいだ。正は調子落ちてきてるね。ここから戻せるかがレギュラーへの道だね。続いて石塚さん。野村勇禁止。石塚はボールの見逃し方が良い。もうすでに貫禄がある。うつむき。センターフライでツーアウト。うつむくな石塚、前のめりに歩け。凡退の内容もいいから期待してるわ石塚。石塚三振しなくていいわ。続いて解散。ネバネバ良いよ。かか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 かい。ノーパワー。センターフライでスリーアウト。もう一伸びだった。うわあ！ここから中継ぎマジで頼むぞ。3点差は守ってくれよ。9回は松本が1点取られるから、8回は取られても1点までだぞ。もしかしてタツルって干されてる？もっと Y のタツル使わんかい。打たないタツルは使われない。8回の裏、
ピッチャー変わったヘルナンデスさん、三者凡退。おっしゃい、よっしゃー、ヘルいけるやん、疑ってごめん。ヘルナンデスええぞ。タコるならランニングホームランだった。タツるなら最初から落下地点。3点差なら松本でよし。ヘルナンデス復調してるね。タツる代打あるか。タツタツしてきた。マキ様とタツルだぜ。9回の表の攻撃、先頭は野村勇さん。野村はそろそろアピールせんと厳しいぞ。沢村じゃすぎた。沢村も敗戦処理要員なんやな。ワイのタツル、ワイのワイのワイのタツル。勇に変えてタコルを出せやこら。野村そのままは好きじゃねえのか国防。当たる気配なし。時間の無駄頑張れ。ダメだこりゃ。はい。空振り三振でワンアウト。おしまいや。マジかよ。去年のマサキみたい。話にならない、やばい。野村ってのが打ったとこ見たことないわ。勇舐めてんのかこら。しょうもな、もうええて。沢村チャンスですら打てないとかもう無理でしょ。勇ちゃんはもうそろそろ危ないかな。タツルどこ、ワイの勇ひでえな。国母ってマジで選手見る目なくね。去年のオフだって期待してた選手がことごとく戦力外になって、そいつらの今の成績見てみたらフロントが正解やなってなってるし。勇さ、クソボール振って三振とか。どんどん打率下がるな。もう福岡の市外局場終わったよ。勇ちゃんピースがピークになっとるど。タコル代打で守備固めに牧様でいいやんけ。タツルは俺の隣で寝てますが、なんか。それはタツルではありません。続いて佐藤直樹さん。佐藤佐藤佐藤、何でも振る。はい。サードゴロでツーアウト。シュガーシュガーさ。続いて今宮さん。今宮健太内野手応援しています。タツルの代打なくなりました。あい、うわ。デッドボールでツーアウトから出塁する。てめえ。わりゃなんばしよっとか。坂本てめえ、ちゃんと謝るならよし。帽子取って歩み寄ってすまんなって。沢村ちゃんとごめんって言いに行くの好感持てるな。高坂本にも指導してくれ。続いて栗原さん。これはファイナルドスコイの流れ。モンブラン分かっとるよな。ファイナルドスコに回せ。栗原さ、しょうもない。サードファールフライでスリーアウト。クリトゥディよ。冷えたイガグリ。立つるのがマシだったわこれ。胃薬の時間や。3点あれば余裕。9回の裏、3点差の場面で松本さん、ログイン。松本死んでも抑えろ。さあ松本だ、3点差はさすがに抑えてください。ビジター松本登場。3点差怖い。3点差だしねえ、大丈夫だよね。3点差なら余裕しょ。松本劇場は嫌だ、松本劇場は嫌だ、松本劇場は嫌だ。松本さん、ワンアウトから長打打たれてピンチになる。ひえー、いやー、びっくりさせるなよ。今の送球見てたつるの控えはやっぱ佐藤や。バッターは佐藤さん。ランナーためなきゃ OK。 地球はあかんよ。よしよし。センターフライでツーアウト。トシ君優しかった。あと一。残念、そこはシュート。たつるなら当然キャッチ。続いて中村さん。翔吾さん分かってるよな。頑張れ。粘るの、こん負けするなよ。翔吾に粘られるのはクローザーとしてどうなんや。抜けまくり。死球だけは。おいおい、それはあかん。フォアボールでツーアウト二塁一塁になる。何してんだよ。ほんま何してんねん、負けたいんか。早く満塁でつまりに変われよ。同じ抜け方3球って。一発同点という悲劇。全部抜け取るのになんで変化球やねん。石塚まっつんまたか。続いて安田さん。ホームラン集がプンプンする。安田や。スチュワートうつむいてて笑えない。後輩をがっかりさせるなよ松本。マッツンアウェイだから盛り上げないと。安田くんも優しいはずだ。松本ほんといい加減にしろよ。ゴーンヌ言わすなよ絶対。そのストレートよ。今のでいい、力で抑えて。歩かせたら山口の方がトラウマやぞ。よし来た。オッケー。レフトフライで試合終了。勝ち、逆転勝利、連敗は2でストップ。5ヶ月連続勝ち越し、間の土曜日に超久々に勝利。優勝マジックは17。助かった。勝ったばい。勝ったばい。よしや。
松本くん、よく頑張った。マジック17勝ったばい。松本いい加減にせん。ふう、なんとか勝った。松本ビビんなやマジで。さすが松本、スモリとは違う。ふう、勝ちパターンこれで CS やるの怖いんだけど。タカホ、土曜日に勝ったばい。マジック17猫ちゃん愛してる。なんで毎試合9回にヒヤヒヤしないといけないのか。8月も無事貯金フィニッシュ。試合前なめプレンコの試合ほど勝てるのが実証されました。つまりレギュラーが打ててない。ヒーローインタビュー、石塚おめでとう。鷹の司法、石塚総一郎、もっと使ってくれよ小久保さん。明日はちょい期待薄やな。その分今日マジックに減らせたのは良かった。石川のカーブが強風で魔球になりますように。これで明日は気楽に見られるわ。下手すりゃ石川が風を操り無双する。明日も勝つぞ、エキサイティングリーグ。ホタカホ。